高橋丈太郎でございます。ですね、今回また吹奏楽の、記事なんですけども、この前でもやってますね。はい、でその前にですね、私のですね、チャンネルにですね、登録もしされてる方いらっしゃったらですね、ちょっと外していただきたいんですよね。それからですね、こういうのっていうのはツイッター見てればですね、もういくらでも出てくるのでですね、私の動画はですね、そんな見なくていいのでですね、再生回数ゼロでいいのでですね、私としてまあ自分でね、1回2回は動かすんですけど、まあね、そんな何回も動かすことないのでですね、それでいいんですよ。うん、そういう感じでですね、目立たずですね、やっていきたいのでですね、チャンネル登録を外してほしいんですね。はい。それからこれですね、記事はですね、博多どんたくって書いてありますね。コメントもですね、もう大量についてますので、もう本当にもう気持ち悪いだけなんですけども、本当にね、こんな狂った世の中でですね、もう本当に生きててもしょうがないなと思うんですけども、なかなか死ぬこともね、早く死にたいですけどね、できないんですね。できないんですね。こんな狂った世の中で生きてる意味はあるのかと。でも今ね、逆転現象とか言ってですね、結構出てくるんですよね。それやめてほしいんで、逆転しないでほしいんですよね、私はね。もうつけててほしいんですよね。つけててほしいんですよ。一生つけててほしいんですね。死ぬまでつけててほしいんですね。やめてほしいんですよ。だから、こういう人があまり、なんでこういうのに協力するかなってね、逆らうやついないのかよっていうね、私ならすぐ逆らうけどね、すぐ逆らうけどね、まあわざわざ逆らえてね、なんかにね、イチャモンつけに行くってことはしないですけどね、なんか言われたら逆らいますよね。ということで、はい、以上です。はい、チャンネル登録は外していただけますよ。はい。普通はチャンネル登録してくださいって言うんだよね。みんな言うんだよね。あれ気持ち悪いんですよね、私ね。ほんと嫌なんですよね。チャンネル登録しないでほしいんですよね。はい。はい、どうもすいません。失礼します。